安倍版と采配の時の解説、原辰徳と王貞治のコメント、お声版と構え、原揺さぶりですね、おお、ここで版とはないからね、わら、こまごましたことはせず強気に打ちに行くべきだね、おお、打つしかないです、お声版とファウル、おお、サインなのかな、サインではないような、わら、でもこれサインじゃなかったら三塁コーチャーが止めに来ますよ、おお、お声版と穴、ではまず原さんから伺いましょう、どういうことでしょうか、わら、へ、最悪1アウト 2.3 塁よね、うん、打って欲しかったですね、おお、まあこれは三塁ランナーも突っ込むの難しいから、ちなお負け博多花丸、え、何これ、 WBC 世界一の名将2人が完全に言葉を失ってて、草、おー、ちょっと切れててくさ、去年の采配は原が大城バントさせていたとは何だったのか、完全に阿部の仕業やん、これ原とかおって監督成績しょぼいじゃん、阿部に逆らう気か、松井も解説席にいてほしかった、意味のないバントだよって言ったれよ、ヤキー堺の心臓大暴れ、今日も無事に完封負け、解説の顔に泥塗りまくってて、草、バントしとけば内野ゴロで1点取ってランナー3塁の形が作れるやろ、ご視聴ありがとうございました。